from bathroom with my eyes。やっとちょっと落ち着いて体も慣れてきたかなっていうか、生活のリズム、実は今日が一番落ち着いてるんですよね。今日やっと
やっと今家に一人なんです。今まで、ずっと一人ね、自宅待機の東京に勤めに行ってる人がいて、その人がやっぱりね、やっぱり誰かいると生活音とかがね、録音に入ってしまって、やっぱり気が散るっていうか、やっぱり誰も一番いないのが一番。うん。それがやっと今日訪れたと思ったら、今日風がすっごい、うるさいんですよ、風の音が。うん。でも、なんとか歌ってる時は風の音が入らなかったかなと思って。今すごいでしょ、このね。今日は山下久美子さんのバスルームから愛を込めて、これずっと前にスクショしてやろうと思ったんですけど、それからなんかね、なんか他の曲にちょっと浮気をしてしまって、ずっとちょっと後回しになったのと、なんか歌い回しが最初私が勝手に曲を聴かない頃に歌ってたのとちょっとちゃんと聞き直したら違うから直さないといけないかなと思ってたんですけど、いやもうこういう歌は自分の歌いたい感じで、ちょっとやさぐれた感じで歌えばいいのかなと思って、ちょっと自分流に、特に最後とかね、最後のフェイクみたいなのも自分流でやってみました。ここのとこね、コーラスでピタッと合わせるとか、鍵盤ハーモニカ吹いたりとか、こうちょっとカチッとこう合わせるのが多かったから、今日はちょっとフリースタイルで、はい、やってみました。で、久しぶりの、フェスティ紹介は、これは、マキシマムザホルモンの、ちょっと変わってる、いつもだったらいかつい感じの、あと内臓が映ってたり、りょうくんの怖い顔が映ってたりするんです。これなんかアジアンテイストで、うん、この文字とかもね、いい感じで。で、ピンクっていうのも珍しいし、これ後ろがちょっとエグいんですけど、ちょっと後ろは今ちょっと向けないんで、うん、だからホルモンっぽくないんで、私普通にこう、一時期は高齢も普通に会社に着て行ってました。今日は、山下久美子さんのバスルームから愛を込めてでした。今日もなんか、お初の方から、コメントいただいて嬉しいです。なんか UFO はね、ここ最近の中で一番なんかハモがピタッとハモって、コーラスがピタッとぴったり合った曲なので、ちょっと気に入ってるのでコメントいただけて嬉しかったです。はい、それではどうもー。